上一豆原一世与那城賞、地上派以行ぶり番組アウトドアサウナこだわりのコーヒーで、最高の休日を満喫。グローバルボーイズグループ、上腕の豆原和成と与那城賞が、14日放送のテレ東系列全国6局ネット、豆と章の最高の休日上腕ダフルツアー、ぼよ時に出演する。 二人にとって地上波以降ぶり番組となり、最高の休日を満喫する、新感覚の旅バラエティーとなる。番組カット、焚き火を囲み、まったりした表情の豆原一世与那城小岡山出身でメンバー最年少の豆ちゃんこと豆原と、上腕のリーダーでメンバー最年長の章君ことしろが、 忙しい日常の合間を縫って二人旅へ。普段なかなかできない特別な体験を随所で楽しみながら、大自然の中で心と体をリフレッシュし、世界に羽ばたくエネルギーをチャージ。果たして二人にどんなワンダフルな体験が待ち受けているのか。川でアウトドアサウナをしてみたいという豆原とアウトドアで大好きなコーヒーを飲みたい。 という与那城の念願を叶えるべく、埼玉にあるキャンプ場を目指した二人。途中、穴場的な古着店に立ち寄り久々の買い物気分を味わったり、チーズが有名な牧場で手作りの絶品グルメを堪能したり、本格的なレーシングカートを体験したりと、飛び切りの休暇を楽しむ。目的のキャンプ場では、広大な自然に囲まれた川サウナでがっつり整い、 夜なしろこだわりのハンドドリップコーヒーを心ゆくまで堪能。終始自然体で旅を満喫した二人が最後に焚き火を囲んで語り合ったこととは、他にも古着コーデ対決やガチのカートレースなど見どころが満載。プライベート感あふれる二人のやりとりや表情にも注目だ。